はい、どうもおはようございます。ただいま朝の7時です。昨日黒島という島の西の浜という場所でガチャを取ってたんですけど、あまりにも風が強くて、僕の声が聞こえないというのと、あと逆光で何を弾いたかっていうのがほとんど見れなくてですね、動画として使えるかどうかわからないというようなことになってしまいまして、ホテルで今回は静かな場所で弾いてみたいと思います。石垣島からフェリーで30分ぐらい行ったところにある黒島というところに来ております。で、今から何がしたいかというと、ガチャここで引きます。声が多分聞こえないですけど、頑張って引いてください。人が来ないときに早めにガチャ引きます。はい、見えてますか？今日の天気はちなみにですね、あいにくの曇りでございます。では見たいと思います。これでまた出なかったら、ちなみに今回でアニゲラ、フォースタチュー6が44連目です。今のところ33連して出たのが、シャナオのみ。今回のフォースタイ、一体も出てないです。はい、もうこれ多分ラストになると思います。今回出なかったらもう引かないです。二度と。はい。見えますね、今回はちゃんと。
1、2、3、4、もう出る気しないな。5体ですね。6体いましたね。1体ぐらい出てくれ。はい、キャロ3体も出ました。あ、出た出た出た。いらない、いらなくないけど、いらない。もう終わりますね。はい、終わりました。今回のフォースターが44連して初めて出たキャラ、アマーリエでした。やっぱりガチャ引くと悔しいですね。というわけで、もしかしたらあと1回ぐらい11連やって終わりにしたいと思います。沖縄でガチャを引くと良い結果は生まれないということが分かりました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。